てもう一人怪物と呼ばれる少年が。前日の記者会見、その少年にだけこんな質問が飛んだ。ノエリ選手にお聞きしたいんですけれども、今日の広谷選手の様子を見てどのように思われたでしょうか。倒します。狙うは下克上、すでに大物の雰囲気漂う怪物1年生ノエリ正明君。大人相手に KO 連発。関係者も驚愕。広谷君を見た時以上のなんかすごい高校1年生が出てきたなっていう衝撃を。幼い頃からその強さは桁外れ、他を圧倒する実績で1年生にして推薦出場が決定。広谷君が多分優勝して卒業するって思ってると思うんですけど、やっぱりそれを阻止しないと、まあ、勝たないとスターになれないと思います。大会当日、控え室はノイリ君の話で持ちきり。あ、ノイリな、ノイリ見たい。もうちょっと見たい。ノイリ見たい。あ、ノイリおるやん。スーパー中学生やった、もうや。めっちゃ強いらしいぞ。な。うなりを上げる自慢の打撃。狙うはただ一つ、史上初の1年生チャンピオン。初戦の相手は村越涼君。3年連続で K1 甲子園出場を果たした実力者。3年生相手にノイリ君はどんな戦いを見せるのか。怪物1年生がついにベールを脱ぐ。はい、 K1 甲子園2009ベスト8進出をかけて3年村越と1年ノイリの対決。すごいバランスがいいというかですね、本当軸が素晴らしいんですよね、ノイリ選手。赤いグローブ、志学館高校1年のノイリ正明。このベスト16唯一の1年生。パワーはないと思うんですけど、やっぱり本当間合いとかタイミングが素晴らしいんですよね。昨年新生のごとく現れたあの天才草壁とは幼馴染のノイリ正明。大石道場からやってきました。この村越選手はね、もう本当3年連続出場で離れもしてますし、はい、本当に非常にノイリ選手にとっては本当に厄介な選手だと思います。左ストレート、青村越はサウスポースタイル左ミドル。村越は今年がラストチャンス3年生。ノイリはこれが初めての全国。しかしラッシュを打っていくのはノイリ。まあ、あと村越選手がちょっとサウスポーっていうのもやりづらいんですよね。ノイリ選手左パー2杯。村越サウスポースタイルにオーソドックスのノイリが対します。ゲスト解説山本裕也さんです。はい、この両選手非常にレベルの高い攻防ですね。そうですね、ノイリ君はあの新空手で見させてもらってすごい道着の似合う雰囲気になるだろうなと思って、道着やっぱ脱いでもオーラありますね。はい、うん、強いですね。右ハイキックガードしたノイリ、落ち着いた表情、まだ1年生。左フック、軸がしっかりしてますよね、本当にあのブレないっていうかですね。山本さん、このノイリ選手どういったところがすごいんですか。ノイリ君頭がいいですね、やっぱり全部考えてこうやってるんで、はい、入り、考えてやってますね。考えながら様々な技を出します。一方村越はあの K1 マックスで、ノイリの左が村越の顔面を捉えた。1年生が3年生からダウンを奪った。3年連続全国の舞台を踏む村越、意地があります。マスリーハイキック、いいタイミングですよね。左膝リング中央組み合って第1ラウンド、怪物1年生、その名の通り村越からダウンを奪いました。2011年7月に地デジ化が完了しますね。格闘技を地デジで見れば動きも表情もはっきり鮮明、迫力満点ね。格闘技見るなら地デジでね。全国の舞台でベールを抜いたノイリに対し村越劣勢、ダウンを2つ奪われています。これがラストチャンス、 K1 甲子園。ここで果たして姿を消すか村越。ノイリは語ります。目標は K1 甲子園3連覇、今年はその第一歩。優勝候補の広谷選手にとって K1 甲子園最後の年、僕が広谷を倒すんですと語ります。ファイナルラウンドへ。ファイナルラウンドが始まりました。怪物1年ノイリ正明、ここまで村越からダウンを2つ奪っています。村越絶体絶命ファイナルラウンド。うまいですね。さ
このファイナルラウンド左ミドル、村越もう一度ミドル、村越君が気合い入れてきましたね。はい、村越はここ攻めに近づいて、ノイルタイミング抜群ですね。赤ノイリは語ります。僕の夢は K-1 甲子園の3連覇、それができるのは僕だけなんですと1年生ノイリが語ります。可能性あるかもしれませんよね。果たして昨年の王者ヒロヤの前に立ちふがかるのはこのノイリとなるのか。群雄割拠の今年の K-1 甲子園、名古屋からやってきたノイリ正明、代々木第二体育館がノイリコール、左ボディ左ミドルを出す村越、いいですね。一気に倒したノイリ正明、ノイリがここで試合を止めた。ファイナルラウンドパンチから右膝一線、3年の村越涼から右膝一線テクニカルナックアウト勝利。見事怪物1年生が初めての全国の舞台テクニカルノックアウトでベスト8へと駒を進めました。3年生の村越くん、最後の夏が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いい曲やばかったですね。あのタイミングで膝でスコーンと合わせるから、ノイ、ヒロヤくんきつい、面白かったですね。噂にたがわぬ実力に一同驚嘆。そしてインタビューでは、まず今日は、まあ、緊張も程よい感じでいい感じに動けたんで、まあ、よかったかなと思いました。こういう大きな舞台に KO できるとやっぱり嬉しいし気持ちいいです。誰が来ても勝てるようにしっかり練習するだけで。2人の怪物高校生から今後も目が離せない。